スタートしましたまずは1コーナーを目指し2コーナーを目指しますが11番の雪割桜と内から5番のメアビアが出てきましたが雪割桜かメアビアか争いの決着つかぬまま周回コースに差し掛かります14番のクリスマスパレードがこの2頭を見て3番手 周回コース向こう上面に達したところで5番のミアビアの方が前に出ました1番、新半ハンのリードです11番、雪割桜2番手になりました14番、クリスマスパレードは3番手を確保4番手インコース3番のラバンダあとは8番、アドマイアベル1番のバロネッサと続いています中段追走12番、コンテソレーラこの一角に6番、トロピカルティ流れを呼んで4番、エルフストラックが位置を一気に上げてきています中段から好意を伺かがうところまで来ましたあとは後方に近い位置になって9番のサンセットビュー このうちから2番西の恋心、中に7番のコスモディナー、外から13番カニキル、最後方から10番のマルコタージ、3コーナーカーブ、1000m の通過59秒7のベースです、前を行くのは5番のメアビア、リード、体半分。 2番番手11番雪割桜、さらに体半分差14番、クリスマスパレードが3番手で800を切りました、2番シン後ろの4番手は外に4番エルフストラック、途中で位置を上げて4番手外、外内に3番のラバンダ、その後に8番のアドマイアベル、並んで外からは12番コンテソレーラ、600を切って、第4コーナーをカーブ、直線コースの攻防。前は5番のアアビア並んで 11番、雪割桜、今度は前に出るか、雪割桜とメアビアの追い比べ、残り400の標識を通過します、3番手は追って14番、クリスマス・マレード、2番手に上がったか、間から3番のラバンダ、そして外からは4番のエルフストラック、離れた外から追ってくる8番のアドバイアベルと、13番のカニケルです、横に5頭、6頭広がった、先頭200を切るところ、ちょっとスマイシュンもあったが、この間に8番のアドバイアベルが抜ける、内からは3番のラバンダ、間からは14番、クリスマス・マレード、4番エルフストラック、さらには十三番、カリキルなど、先頭はアドバイアベル、八番のアドバイアベルだリン。 2着3番、ラバンダ8番のアドバイアベル横山武史ガッツポーズ、時計1分59秒0、最打ちを救って追い上げた3番のラバンダが2着を確保到達順位通り確定すればこの2頭がオークスへの優先出走権をつかみます1分59秒0、その後3着から添岩激戦模様。